1回戦第3試合、それでは皆様ご唱和ください。レッツゴーピッキング。どうですか、久々に立ってみて。久しぶり、相変わらず緊張しますね。満足のいくプレーできましたでしょうか。思いは伝わりましたでしょうか。そうですね、最初はちょっと調子悪かったんであれなんですけど、まあ、まあまあ頑張りました。では審査結果を待ちましょう。では、上手側増美選手、いかがですか、初めてこのステージに立ってみて。思ったより緊張しますね、本当に飲まれて、まあ、そうですね、でもいつも通り弾くだけなので。ありがとうございます。実は、増美選手、昨年私がブレインで対バンしました SDI というバンドでギターを弾かれてまして、その時にぜひこの、あのギターの方、自分を誘ってあげないよと声をかけてくれたのがうちのブレインのヒロさんだったんです。そうなんです。そこから、まあ、ぜひお声掛けをさせていただいたわけでして、はい、クロスベインでも SBI でももう超絶テクニックを見せてくださっている増美さんですが、今日もアンプ直ですね。これはこだわりは何かあるんですか。今日はすごい転換にかける時間ないのかなと思ってたんで、シールド1本で。ありがとうございます。満足のいくプレーできましたでしょうか。できました。ありがとうございます。では審査結果を今しばらくお待ちくださいませ。では審査結果が届きました。読み上げます。ジャッジ記事、17-14、増美選手。ジャッジ吉谷、16-13、増美選手。ジャッジジョージ、14-12、増美選手。よって3-0をもちまして、増美選手次の試合に進出です。